入り口とインパクトと、フォロースルーがなるべく低く、動くように、なるべくシャローにこう低いところからインパクトの時も手元は低く、フォローも低く抜けていくと綺麗なドローが打てるようになるのかなと思います。一番の理想はインサイドストレートインが一番いい、スイングプレーになるんじゃないかなと思っています。トップ、ちょっとインに上がって回転するとちょっとインになるので、そっからインってなると絶対手元が出て、こう左のここがヒュッて引けちゃうので、手元がこう前に出て結局入り口がさっき言った低いところから入ってこないんですよ。なのでインサイドインなんですけど、正式にはインストレートインって感じです。